薩摩大川駅。薩摩大川駅は、鹿児島県阿久市大川にある、日薩オレンジ鉄道線の駅。相対式2面2000ホームの地上駅である。無人駅で、駅舎は2階建てコンクリートブロック製の古い駅舎で、ある。1965年、昭和40年10月に建てられた。線路が一段高い場所にあるため、駅舎の2階は、ホームに面した待合室となっている。 待合室はかつては、駅係員の宿直室と詰め所であった。川内側の分岐器は、トンネルの中にあるため、トンネルの入り口は、伏線で、出口、川内方は、単線となる。JR 九州時代は、改札口を入ったところ、一番線ホームに上がる、階段の前に、駅名標が設置されていた。かつては、木造平屋建駅舎の友人駅であり、 線路とホームは地上より若干高い程度の位置に設置されたごく普通の地上駅で交換設備のない一面一線ホームであった。また、八代方の線路は1965年9月までは駅前の寺下踏切から現在の大川側から20メートルほど奥の集落の山側に沿った形で線路が敷かれており、川内方の線路も1973年9月までは 現在とは逆で、急線が山に沿う形で、進行方向右側、海側に向かって付設され、国道3号のすぐ横を走り、旧ジームトンネルを抜けて、再び本線に合流していた。当駅が設置されている大川地区周辺は、大雨や長雨が多い上に、土地も盆地で狭かったため、開業当初より、夏場や梅雨の時期は猛烈な集中豪雨で大川は、 尻リナシ川の氾濫や大きな洪水がたびたび発生して、駅周辺や構内が水没し、列車が長時間不通になるなど度重なる水害に悩まされ続けてきた。そのため1964年より当駅急じり、無トンネル尻リナシ川鉄橋付近の線路やホームの傘上げ工事と列車交換用の交換設備の設置工事を行い、1965年10月1日の ダイヤ改正より高架化され現在と同じ22線ホームになった工事期間中の1965年1月から10月まではアクネ駅西方駅間でバス代行輸送を実施した。駅舎も水害対策のためかさ上げ工事と同時に国鉄地方駅では珍しく大変強固なコクリートブロック製の2階建て駅舎に建て替えられた。駅舎1階に駅長事務室。 出札窓口、改札口、2階に駅係員宿泊用の宿直室や信号庫記者用の詰め所が設けられた。2階部分は一番線ホームと接合された形になっており、駅舎や周辺が水没した際に駅係員がホームに避難できるように非常小口の役割も果たしていたが、1970年の無人化後に駅長事務室や 出刷窓口と共に宿直室や詰所も撤去され待合室に改装された。現在は駅長事務室や出刷窓口があった箇所は板張りの壁が付けられているほか、改札口から2番線ホームにつながる地下道に1965から10のプレートが掲出されている。その後、1972年6月11日から12日、 17日から18日、26日から27日、7月3日から6日と、断続的に発生した大規模な集中豪雨、1972年、北薩摩豪雨で大川川、尻なし川が氾濫して、駅周辺が大水害に見舞われた。線路や施設は高架化されていたため水没などの影響はなかったが、6月17日から18日の、 豪雨では、旧ジリムトンネルのあるシリム地区で大規模な土砂崩れが発生して、道路や線路が広範囲にわたって埋没し、線路の仮復旧に一週間を要している。相次ぐ集中豪雨で、山肌や線路の地盤が弱っておりさらに大きな土砂崩れが発生する恐れや、旧ジリムトンネルも地盤の緩みで、崩落の恐れがあることが、復旧工事事調査で明らかになったため、 山側の比較的地盤の強固な箇所にトンネルを設けて、新線を付設する大掛かりな工事を行うことにした。旧線を仮復旧させた後に、現在の第二シリムトンネルの掘削工事を行い、トンネル開通後に、新線への線路付け替え工事を行って1973年10月1日のダイヤ改正より使用を開始し、現在の線形になった。当駅ホームが、 他の駅と違って地上より高い位置に設けられていたり、川内方が大きくカーブして分岐器がトンネル内にあるなど、不自然な箇所が多いのはこのためである。現在旧線は、八代側は大半が宅地化されたり破化したりしているものの、当時使われていた路盤や築堤の一部が道路や農道などに転用されて残っている。川内側も路盤の一部が宅地化された他は、 大半が破過しているが、路盤跡、旧ジリムトンネル跡、橋台跡ともほぼ当時の姿で現存しており、一部の箇所に当時使われていたレールが外されないまま残っている。ただし旧ジリムトンネルの高校は、昨夜コンクリートで塞がれており、中に立ち入ることはできない。開業当時の地名、出水軍薬根村あざ大川が由来、山間いの谷間の迫った場所に流れる川のことを、 他に、瀬古や、佐古といい、大川川は、大きな佐古だったため古代は大、大佐古、佐古と呼ばれていた。その後この大、大佐古、佐古流域に集落が築かれ、大川、宇子に転化して、現在の、大川になり、この地を流れる川も、大川川と命名された。そのため大川の地名は、古くから存在しており、江戸時代までは、出水軍役根号大川村であった。 駅を設置する際、すでに、鶴見臨港鉄道に、大川駅、鉄道省には、佐賀線に、地区の大川駅が設けられていたため、当駅には、旧国名の、薩摩を冠して、薩摩大川駅と命名された。土休日のみ運転、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。